皆さんこんにちは、下町ぶっ飛び TV です。今日は北区赤羽の荒川河川敷にやってきました。すげえ、入り口がもうこんな感じで、ジブリですね、ジブリの世界のような。おっと、ここには、え、なぜ、お地蔵様か。中に入り口にすぐ入って、お地蔵様が、このね、ウッド製のこれも作ってあるのかな。すごい、このお地蔵様と仏様かな。本日もこちらで野菜ついてっていいですか、取れればいいなと思ってます。で、今日のゲストはこいつだ、ミスターつとむこと、はい、マースだつとむ。はい、ダーマさん、おはようございます。おはようございます。ダーマさん、今日は北区赤羽にやってきました。はい、こちらでね、いや遠いわ、はい、結構歩く、しんどいわ。確かに。おい、ダーマさん、はい、鼻毛すげえぞ。わかんない、俺見えないから、どっちかが伸びてる。息も半端じゃねえぞこれ。半端じゃなく、ダマさん口が臭いですが、今日は何ですかこれは。わかんないです。しんどいわ。よし、行くぞ。はい、こちらにね、ホームレスの方の村があるということで。おおっと、なんだなんだ。おお、なんだこりゃ。おっと、なんだ、ちゃんとあれか、おい、旦那さん見てください、はい、ちゃんとこれ門が、立派な門構えですね。お、なんだ。刑事さん、こんにちは。刑事さん、あれ、これ立派なお住まいですけど、今やさついてっていいですかって言って、こういったホームレスの方のお家をちょっと見せていただけないかなと思って、うん、ああ、中はちょっともうぐちゃぐちゃだから。ああ、もうそんなの全然気になるんです。いや俺の方が気にしちゃう。ちょっとね、あの、こういったホームレスの方のお家、まあ物置が多いんですよね。こちらは物置。こちらはね、一服休憩所なの。あ、休憩ルームもあるんですね、離れというか。すごいですねこれ、はい、刑事さん、この道とか、こういう水が流れるように、これ刑事さんが作ったんですか。そうそう、要するに雨が流れると、はい、こう流れないと止まっちゃうんで。あ、じゃあこれ刑事さんがこれ掘って、こういう風に言ったら、この逃げ道を作ったんですね。そうです、水が止まんないよ。ああ、なるほど。こういう柵とか、こういうのは、あ、それも一応、木がね、はい、ザーって出て、雑草が出てくるんで押さえてるんですよ。すげえ。押さえてるんだけど、やっぱり伸びてくるとこう垂れ下がっちゃう。はいはい。今は冬だから枯れて。そう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 。今はまだいい方なんですね。だから夏になったらもうボーボーになっちゃう。え、じゃあこの道も刑事さんの、言ったら刑事さんのロードですかこれ。あのね、はい、ここ降りらん、水がいっぱいで降りらんないときはこっち回って。あ、満潮のときは。そうなんです。すげえ。それで、はい、ここから一応降りられるんですけど。ああ、言ったらこれもうプライベートビーチみたいな感じですよね。あのね、毎日ゴミ取りやってるんですよ。あ、川のゴミを。だから今日も本当は缶終わったら、はい、ゴミ取りやんだ。あ、言ったらこれは何のために、あの、川のゴミ取りされてるんですか。あのね、意外と綺麗好きなんです。ああ、そういうことですか。自分も釣りするんで、川のゴミとか池のゴミは拾うんですけど、そういう人が一人でもいるとね、やっぱここは結構釣り若い人がみんな来るんですよ。それで、はい、
木がダマだったら少し切って、はい、通りやすいようにしたり、ゴミが溜まってたら、はい、拾って、はい、毎回ゴミ出しに行って。これまだ道は続くんですか？いやいやいや、ここまでなんですよ。あ、ここまでが、じゃあ言ったら、まあ、刑事さんのお宅ですね。まあ、そういう話題ではそうです。あそこの青い、あれは釣りのポイントですか？あれはね、仕掛け入れてあるんですよ。え、刑事さんが仕掛けよ。え、マジっすか？夏場になると、エビとか、はい、エビとかそういうのが入ってくるんで、仕掛けやっとくんです。で、今だいぶ取れなくなったんで、はい、今売ってるが貸してあるんですけど、今はあれ何か仕掛け入ってるんですか？入ってますよ。これ、あー、魚キラーみたいのが入ってるんだ。これが入ってて、はい、うわ、これはあと友達のも入ってるし。ケイジさんはあれですか、サーフィンもされるんですか？やる。あ、そうなんですか？ここではできないですよね、さすがに。ここは川だからできないです。海で。え、じゃあ海になったらあれですか、サーフィンされるんですか？教え子がいたんで、教えてたんですよ。あー、そうなんですか。だってなんかあれっすもんね、まあ、失礼ですよ、はい。失礼ですけど、ホームレスの方にしては、ちょっとおしゃれと言いますか。まあ言ったら。みんな言いますよ。長渕みたいな、長渕剛みたいな、なんかこう。拙者おとなしいんですけどね。なんかシルエットがもうかっこいいもんね。あ、おいおい、旦那さん見てくださいよ、これ魚キラ。魚キラで今も仕掛けがあるって。あとでさ、ちょっと見せてもらおうぜ。多分何も入ってないと思います。あ、そうですか。夏はやっぱうなぎとか入りますよ。はい、あ、時たま入るときありますからね。メインは手長エビとか。手長エビとハゼとか。手長エビだいたい春越えて夏8、9、10ぐらいが一番いいですね。ハイシーズンです、ね。いや、ここは本当にすごいな、この村というかこの家は。サーフボード、これおしゃれに、これ今やらない時期は椅子になったりするんですか？いや、椅子にはしてないんですよ。あ、そこに3枚あるから、はい、要するに重ねて飛ばされないように。刑事さん、ここ住まれて何年目になるんですか？約2年。へえ。じゃあ最初来た時はもう何もない荒れが張ってた状態を、もう雑草だろう。あ、ここまで刑事さん、ここも全部雑草だ。へえ。これ刑事さん、もう一個気になるんですけど、この地面に埋め込まれてるこれはあれですか、あの昭和時代のあの浴槽みたいな、あれをイメージされてる。そういうわけじゃなくて、さっきも言ったように、はい、この土が、はい、そのマンションと流れたんですよ。ああ、あの水で、雨とかで。そう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 。で、水が溜まったりなんかすると砂が全部流れたんで、はい、それを止めるために一応。ここだけ盛り上がってるでしょ。あ、これはあれか、アルミ缶の蓋ですね。あ、じゃあこれをやってる部分は、うん、流れずにこういう状態を保ってるってことですか今。うん、これはどこでこういうのは学んだんですか。いや、もう最初から。だからお客さんで来る人は、はい、こう見て、あ、綺麗ですねって言うけど、うん、なんかおしゃれですよね。おしゃれだねって言うけど、いや、俺はそういうつもりじゃなくて、はい、砂が流れないようにこう。これやっぱりあれですか。刑事さん家のこれ門ですけど、お正月ということで。そうです。かわいいでしょ。はい、いいですね。ちゃんとこれはあれですよね、買われて。そうです。これ門がさ、立派な門構えだよこれね。はい、どうしてもね、変な人が来るんですよ。で、黙って入ってくるから、なんか妖怪ってすると、はい、さーっていなくなっちゃうんですよ。何しに来てるんですか？わかんないですよ。それがわかんないんで、無用心だなと思ってから作ったんですよ。あ、なるほど。これはあれですもんね、お飾りはやっぱり神様がこう入ってこられるような意味を込めて。一応迎えてます。いや、立派な門構えです。で、門の横にはこういった笹の葉がね、はい、あって。じゃあ、すみません、ちょっとお邪魔しますね。
でこれは言ったら、収入源となるアルミ缶ですね。そうです。大体1回の仕事で何キロぐらい取られるんですか。その時によりますけどね、少なければ大体5キロぐらいで終わっちゃうんですけど、5キロだとまあ1000円ぐらいですね。まあそんなもんまあこういうちゃんと玄関マットがあって、これがあって、でこちらが一服ルームということですね。まあそうです。ちょっとすいませんけど中を見せてもらってもよろしいですか。友達が来た時とか、ね、ああ客間ですね。そうそうそう。ちょっとね、じゃあすいません、これ客間だってよ。あ、友達が来た時にここで七輪を炊いてコーヒー飲んだりね。ああ、ね、いいね、大人の秘密基地みたいな感じだね。まあ、あの冬だと寒いでしょ。はい、外だと。はい、だからこの中で一服すればっていうので一服したり。炭もあって、でランタンがあってね。じゃああれ中はランタンつけるとパーッと明るさで、あのね、あの電池なんですよ。はい、だから電池がないときはだいたい赤くなるんですよ。今はつくんですか。今はつきますけど多分赤いから電池がなくなってると思う。じゃあちょっとダムさんすいません、ちょっと一回つけてみてもいいですか。俺後で電池買ってくるんでただ赤いけど、はい、あんまり明るくはないですねいや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 、ちゃんとこういう、じゃあここであれですか、たまにはなんかこう焼いて鍋やったりとか。まあ冬場だったら鍋やったり。じゃあ餅も焼けるっすね、これで。あ、シリンでね。あ、じゃあちょっと餅を後で焼いて食べてください。あ、いやいや、ダムさん今で、じゃあこれが、メインというか、あの本宅になるんですか。まあそういうこと。じゃあこれは夏になったら、そうです、そう、これを開いて。いやー、すごいお家だな。いや、広いっすね。見た感じも、ずいぶん長いですよね。ああ、そうですね。ちょっと大きいかもしれない。間取りはどんな間取りになってるんですか。180の 2メーターだから、はい、結構そうだね。2畳か2畳半ぐらいあるかな。間取りはワンルームになるんですか。そうですね。部屋が何個かあるんですか。部屋っていうより物置じゃない。ああ、物置。じゃあちょっとすいません、中を拝見させてもらいます。あ、すごい、ダムさん、はい、これはすごいな。あ、ここは釣り道具入れなんですか。そうそうそう。ちょっとダムさん、ちょっとここ開けてみて、の洗濯バスに入って。あ、すげえ、ここは趣味部屋かな。スケボーだったり釣り道具だったり、うん、ちゃんと草刈るやつもある。草刈るマシン、うん、これはあの友達のなんだけど、ね、ああそうなんですね。預かってる。ああ一回一回持って帰るのが大変だから。そうなんです。ああなるほど、ここは趣味の部屋で、これはね屋根が吹き飛ばされないように。お餅お餅。じゃあすいません、ちょっとお邪魔します。ああこんな感じになってんだ。こちらが玄関ですね。これ中はスノコが敷いてあって、これこっちまで靴で入っちゃって大丈夫なんですか。そこまで。うん。ああ、じゃあすいません、スノコを置いて。じゃあお邪魔します。おっと、ここにはマシンがあって。うわ、ああ、ここは刑事さん物要するに、あの洗濯物とか、はい、ああいうやつを置いといたり、はい、布団が夏場使わないときはこっち入れたり。まあ寝られるようにはなってます。これ刑事さん、絵がいっぱい飾ってあるのは、はい、絵がいっぱい飾ってあるのはこれ刑事さんが描いてるんですか。いや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 、あの ピンナップ。ああすげえ。これじゃあ冬も全然乗り越えれそうですね。はい、一応ね。あのシートが20、30になってるから。ていうか、すごいワクワクする家だな。ああ、そう。ああ。玄関の中から見た感じがこんな感じで。で、玄関を出ると、このようなね、
ケイさん、こっちはどうなってるんですか。ちょっと道みたいになってるぞ。はい。これはあのほら水が流れるようにずっと掘ってあるんだ。流れ込みってやつですね。そうそうそう。それで水がほらたまらないように、ね、向こうへ逃がして。あっちは何なんですか。何もないんですか。前住んでた人がいて、はい、それを全部撤去したんですよ。ああ。これは？これはあの仕事用管のこの、はい、作業場。作業場といえば作業場ですよね。こういうふうに。ああ、なるほど。台車とかいろいろ入ってて。すげえな。中はね、間取りがね、はい、奥に一部屋、そこに一つ。だから言ったらね、2DK か。2DK になるのかね。キッチンはそこですか。食事はどこでされてるんですか。いや、あのガスコンロがあるからどこへでも持って行って、はい、食事できるようにはなって。ああ、でこういう感じなんだ。すごい。あ、ここにもテーブルがあって、うん、で夏はパラソルを広げてここで、うん、で釣りをしながら。いやー面白そう。そう長くはないですけどね。ここは洗濯物を干されるところですか。ちゃんと仕事でやってきたビニールでした。ビニールだってバカにならないですもんね。一回一回缶取って大体買ってるから。そうですよね。ただね、あの再利用で、はい、革でさっき言ったあのゴミ取りをこの袋で間に合わせて、はい、ああ一石二鳥みたいな。このマシンで仕事に行かれてるんですか。いや、歩いて。あ、歩きでやってんすか。うん。いやどうにかね、この作ったこの楽園を守ってもらいたいな。やっぱり国土交通省との、まあ、こういったなんかこうしがらみみたいのもあるんですね。ある。ただこの間も来たけど、はい、意外といい人だったんで話しやすいんです。あ、分かってくれるんですね。火の元だけは気をつけてくださいねっていうか。あ、分かりました。そうっすね。これからの時期はちょっと火事をね気をつけてもらわないと。これ多分全部燃えちゃいますもんね。ところが雑草があるとそれに移っちゃうから、前ここで一回火事出した人がいるらしいんですよ。あ、動物は大丈夫ですか。アライグマとか。アライグマとか来ますよ。ああ、そういう時はどうするんですか。いや、小さい時から遊びに来てるアライグマだからいたずらしないんですよ。じゃあもう言ったらケンジさんのこと親だと思ってるんですかね。いや、中華友達みたい。友達みたいな感じでいるんじゃないですかね。悪さはしないんですね。悪さはしない。ただし、はい、エビとか、はい、なんだハゼ、はい、ハゼとかああいうのを取って、はい、バケツとかああいうのに入れとくと全部食べられちゃう。あ、ハゼはあれですか、やっぱ唐揚げにしたり天ぷらにして。いや、そのまんま人にあげちゃうやつだから。あ、食べないんですか。あれからハゼ普通にあげた人がちゃんと調理して持ってくんですよ、はい、それをこちらの部屋で。いや、そういうわけじゃないよ。違うんですね。気が向いた時に。なるほど。じゃあちょっとお願いします。すっげーワクワクするな、こりゃ。知らない人はやっぱワクワクします。しますね。もう言ったら自分もこういうとこ住みたいですもん。あ、そうなの。こっから川に出て気をつけてね、住めるから。ありがとうございます。もう自分らも釣りやるんで、こういうところはもう、あ、結構来る。結構来ます。すげえな。ブラックバスは最近出てますか。これここで45センチの釣ったのよね。マジっすか。ただしそれが最後。何で釣ったんですか。ミミズかなんかで。いやいやいや、ルアーで。ルアーで。それシーバスじゃなくてブラックですか。シーバスはね、
ふもっとあの高架、はい、高架下のずっと向こうの方がチーバス多いんですよ、はい、ここはめったに来ないんです。あ、じゃあ反転流でもしてるのかな、あそこ反転流でもあるのか。え、あの杭より手前でバスって言ったんですかこれ、はい、あと丸太っていうウグイ、ああはいはい、45センチ、ウグイの45センチ、そんなのいるんですか。え、いますよ、もっと大きいのいるんですよ。いるの、お前知らねえだろ絶対。いやいや、ほんと知ってますよ。嘘だな今の。だって高品色なんて赤くなるじゃないですか。絶対嘘だろ。え、ここであれですか、45センチのバスはもうちょっと 水がこうこれぐらいまで上がってる時ね。じゃあハゼかエビとか食いに来てるんだ。そうそうそう。それ何月ぐらいですか、春。この間釣ったのはね12月あじゃない、はい、9月か10月だ。え、マジっすか、うん、え、じゃあここポイントまさかの。あ、ここにはね橋があって、おー怖いな、この橋を渡るとテトラが、このテトラの中なんかテナガエビとかすごいいるんじゃないですかこれ。ブラックバスがね時さま入り込んで、でかいのもやっぱ入ってます。うん、時さま入ってくるね。あとナマズ、ああ仕掛けがここにこういう風になってて、さあ今刑事さんの仕掛けが、あーでかい、こんな感じで、どうですか、小さなエビが入って、萌エビですか、テナガエビのメスかな、そんなにいっぱいは入ってないけど、あー、ほんとだほんとだ、あ、でかいね。大きい？あ、大きい。これザリガニみたいだもん。もっと大きいのいっぱいいるんだけどね。シーズンになるとね。ちょ、ダマさん、見てみ。でかい、テナガエビ。この時期も取れるんですね。いや、でっか。ほら。ね？じゃあちょっと一匹。一匹いただいてみましょうか。はい、メスだね、うん、メスです。いや、いいエビですねこれ。ダーマさんはもうこれテナガエビが大好物なんですよ、うん、あ、そうなんですか。一応好きですね。じゃあダーマさん いただいてみましょうか。はい、うん、美味しい、うまい、うん、もっと、もう一口いった、うん、もうアライグマがバクバク食っちゃうぐらいだから美味しいんだよね多分、うん、俺は茹でないと食えねえけどまあ普通は茹でたりして、うん、もう俺茹でてもちょっとおっと、もう一口、うん、ただ茹でても茹でると、はい、要するに身が縮んじゃうから、うん、こんなちっちゃくなっちゃうカッパエビセみたいになっちゃうんですね、うん、ダムさんどうですか。美味しい。鼻からダムさん、うん、エビのあれ手出てますよ。手長エビの手、ほらほら手長エビの手が出てる鼻毛か、鼻毛ですいやすごい、すいませんケイさん、ありがとうございました。いやいやいや、これたまにあれですか、エビだけじゃなくてもやっぱりこうあのね、はい、カメがいたずらして入ってくる時あるんですよ。あ、ただカメ入るとこんなでかいから逃げらんなくて窒息死しちゃう、窒息死っていうか短血で死んじゃう。今まで過去にどんなものが入りました、スッポンとかは。スッポン、はい、カメ、ハゼ、ウナギ。土壌はいますか。土壌はいない。あ、いないんだやっぱり。土壌はあの池がある方とかあっちじゃないと。あ、魚も入るですか。魚も時さま。どんな魚入るんですか。多分セイゴとかボラ系統だよね。ああ、
ニゴイはいないのかな、こういうとこって。いる方はいるけど、はい、ニゴイはちょっと大きいかな。いや、釣りをやる自分からするとね、こういうテトラのポイント見るとね、ちょっとうずうずしちゃうんですよね。すげえ、ここずっとテトラ入ってる。あ、てか釣りやってる人いる。うん、ちょうどこっから見るとケイジさんのお宅がこういう感じで見えて、あ、もうほんとプライベートビーチみたい。すげえな、ここ。むしろさ、はい、俺らも一個さ、隣にさ、小屋建てたいよね。いや、いいじゃん、ここでさ、バーベキューして釣りして、最高じゃん。この橋もじゃあ刑事さんが作られたんですか。うん、一応釣りができる人はここを渡っていけるように。あ、みんなのために。これはワクワクするよ、ね、過去いろんなホームレスの方のお家見せてもらいましたけど、うん、こんなになんだろう、ワクワクしたお宅は初めてです。あ、そう。いいんだか悪いんだか。いえいえ、ケイジさんは今失礼ですけどおいくつなんですか。もうすぐ70。あ、若いっすね。あの、どうしても若い時からサーフィンやったりスケボーやったりしてるでしょ。だからね。なるほど。サーファーの方ってこう年がいくつか分かんないですもんね。そうだよね。最近は行かれてないんですか。最近は教え子も卒業しちゃったから、はい、あの、めったに行かないけど。あ、え、ケイジさんはなんでホームレス生活をされるようになったんですか。なんだろう、こういうサバイバルが大好きなんですよ。あ、じゃあ別に生活に困ったからとかじゃなくて、もう本当にサバイバルがしたいっていう。それで、友達が缶やってたんですよ。それでやってみないですかって言うんで、一緒にじゃあやろうかって言うんで、噛んで食えるよっていう感じで。まあ日銭は取れるからね。その日をその日その日を暮らして、自分で好きなようにのんびり。そう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 、自分の時間を持ちたいなっていう。あ、かっこいいわ。だからその会社住むとこはきれいにしましょうって言うんで、川ざらいやったり落ち葉全部吐いたり、はい、きれいにして。だからこのように綺麗になってますね。だからみんな釣りに来る人はみんなびっくりします。なんでここだけ綺麗なのって。確かに全然違うもんね。雰囲気が違うもん。つうかね、空気が違う。あとこういう木のね、あの、釣りで引っかかるから伐採したり。ああ、引っかからないように。いや、これはすごいわ。そっか。じゃあ別にこう何かが嫌になってホームレス生活をされてるんじゃなく、自らサバイバルがしたいということで。うん、意外と若い時からやってる。いや、ケイさん、今日はどうもありがとうございました。いやいやいや、とんでもない。ケイさん、最後みんなに聞いてるんですけど、うん、ケイさんは将来の夢とかってございますか。だから、はい、もうこの年になると、はい、夢っていうよりも、はい、今の現実を見て、はい、明日もこういう風になればいいなという、そういう生き方なんですよ。だから今日良ければ明日も良くしようって。なるほど、うん、いやー、今日は素敵な出会いがありました。いやー、かっこいいわ。いろんなホームレスの方とかやっぱりこうお話しさせてもらってきてますけど、うんうん、みんなやっぱりこう夢を聞いて行くと、まあ、大体もそんなのねえよっていう人がほとんどなんですけど、妥協しちゃう人が多いですよね。そうですね。なんて言うんだろう、人生に妥協したというより、もう自ら妥協してるんですよね。そう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 、人と絡むのが嫌だとか、うん、仕事が嫌だとか、うん、まあ、とにかく自由がいいから生活保護もいらないから、うん、もう一人がいいみたいな人が多いですけど、うん、昔はここ3人ぐらいでホームレスの人が住んでて、はい、死んじゃったけどね。ああ、やっぱりここで亡くなられるんですか。うん、人もいれば、はい、
こっから具合悪くなって病院搬送されて、それで亡くなる人とか結構前はいたんだけど今はいないって。刑事さんの場合こうやって毎日掃除とか釣りとかされてて、うん、お若いからまだ全然心配なさそうですけど、まあ病気はいつ来るかわからないんで。そうそう、だからね、あの知り合いが来ると、はい、あの施設入んのって言うから、いやそれは考えてないけど、はい、どうせ行くときはぽっくり行っちゃうから。いやいや、寒さもこれからが本番なんで。ああそうなんですね。はい、体に気をつけて。いえいえいえ、今日はどうもありがとうございました。いえいえいえ、とんでもない。貴重なお話を。そしてこのもうちょまでもらったって。いえ、とんでもないです、とんでもないです。本当はあのやっぱこういうの現金あげろとかいろいろ言われるんですけど、現金の方がいいならもう全然。いえいえ。すいません、今日はありがとうございました。いえいえ、とんでもない。すいません、ありがとうございます。じゃあすいません、お邪魔しました。いやいやいや、ありがとうございました。